時は人がまだあやかしを恐れていた平安時代から1200年経った現在、場所は怨念渦巻く京都都から電車で50分の大阪。ここにひっそりとある一人の陰陽師が生きておりました。クレープはいかがでございましょうや。おなじみ生クリームチョコバナナ、店長のおすすめツナサラダ、5月の限定商品柏餅クレープ、新商品納豆チョコ、まだ1枚も売れておりません。いらっしゃいませ。何にいたしましょうや。生クリームチョコバナナ350円、これポイントカード30ポイント貯まったら3円値引きいたします。いらない。ありがとうございました。いらっしゃいませ。何にいたしましょうや。抹茶カスタードプリン、プリン抜きで。こちらへ。抹茶カスタードプリン、プリン抜きで。それは陰陽師の仕事の秘密の合言葉でございます。ずいぶんいいお住まいね。苔おどしの音も見事だわ。獅子おどしでございますな。陰陽師ってずいぶん儲かるのね。ずいぶん青い汁を吸ってきたんでしょうね。甘い汁でございましょうな。甘い汁、ココア、ゆず茶。お引き取りになります。まあ、まだ帰るわけにはいかないわ。それにしてもこの平成の世に陰陽師が生き残ってるなんて驚きだわ。ヤフーは何でも教えてくれる。しかもあなた、かの有名な安倍の生命の子孫なんですって。本物？家系図をご覧に入れましょう。そんな、彼は何もしていないのに家系図がどんどんこちらに近づいてくる。こちらでございます。まあ、思った以上に大きいわ。そっち手伝ってください。ああ、安倍の生命と書いてある。から56代目。こちらの一番下が私でございます。安倍の生、何と読むの？安倍のハルカスでございます。
はるかすやられたそんなに雑に扱っていいの？使い捨てでございます。まあで、あなたは？私の名前は山田さと子。人は私を影楼の君と呼ぶわ。あなたが難波ではとても有名な南南タウンで私の名を知らぬ者はいないわ。週に7日は南南タウンに通うわ。グルメ、アミューズメント、ショッピング、すべての夢は南南タウンで叶うわ。だからほら、いつも金欠。ご用件は？実は最近毎晩妙な夢を見るの。ほう。毎晩同じ男が私の隣に立っているの。その男はよく見ると、とても端正な顔立ちをしているわ。そして、私にいろんなものをプレゼントしてくれる。そして、高級レストランに高級車で連れて行ってくれ。皆おごってくれる。そして、必ず最後にこう言うの。僕が稼ぐから、君は専業主婦でいてくれないか。これは一体どういうことなのかしら。それはあなたの願望でございます。お引き取りください。待ってちょうだい。まだ他にも変な夢を見るの。ほう。夢の中で私は切り取られた肉片を前にしているわ。そしてふと見ると傍らに真っ赤に焼けた鉄の板が。その鉄の板の上で肉は見るも無残に焼けていくわ。しかしそれをナイフで切り分け口に入れたら、まあとろけるような食感。そして私はこう言う。本当にいい肉は塩だけでいいって本当ね。この夢は一体どういうことなのかしら。それもあなたの願望でございます。お引き取りください。待ってちょうだい。まだ続きがあるの。ほう。その時傍らにいる男はこう言うの。その塩が問題だ。今この日本に出回っている塩の 90% は人工の塩化ナトリウムだ。俺の知る限り善良な塩製造業者は日本に10件しかない。これは一体どういうことなのかしら。おいしんぼの読みすぎでございます。お引き取りください。待ってちょうだい。まだ他にも妙な夢を見るの。他から。夢の中の私はカラスになっているの。そして日々の糧を求めて大空を飛び回っていると、突然何か下からエアガンのようなものに撃たれ、歯がなくなってしまうの。それはいつからですか？私がカラスをエアガンで撃ち落として遊んだ晩からよ。原因ははっきりしている。それ以来意味もなくカラスの鳴き声が聞こえてくることがあると。最近ではなぜか私の部屋の中にカラスの羽が落ちていることもあるかよ。か。最近では鏡に映った自分の姿がカラスに見えることもあるかよ。あなたならこの怪奇現象を怪奇現してくれるか。ダメだ、取り憑かれている。鹿児島県で怪義弘が怪柄を拾って怪味方を怪怪だよ。意味がわからない。これならどうだ。
上は、オンメガ天丼そばか、オンメガ牛丼そばか、はぁーこれはメニューは見えないが、これは私の式神、犬をやたろうじゃ。式神、それは、陰陽師が刺激する妖怪変化のことでございます。幼い頃からこの私が育て、雨の日も風の日も共に過ごしてきた。我らの絆は固い。弥太郎は私の言うことならば何でも聞く。弥太郎よ、あやつを攻撃せい。ほら山、生肉だ。そんな、弥太郎絆とはやばいものよ。おのれも取れるのか。電話には出なくていいのか。出てもいいか。どうぞ。すまろ。はい、もしもし、ドリアンクレープ花咲頂点です。明日は生クリームを3本と卵を3ダースお願いします。シナモンはまだ大丈夫です。待たせたな。はぁすじ線はいつも混んでるね。これは走馬灯か。ねえお母さん、今日は炎上にコカードにした方が安かったね。ねえお母さん、天王寺の谷町線と御堂筋線の乗り換えはどうしたらいいと思うの。もう違う駅にした方がいいんじゃないの。ねえお母さん、どうして炎上にコカードにしなかったの。ねえお母さん、今里筋線に乗った人ってどれくらいいるの。こんな思い出しかないのか。人間とはやばいものよの。それはどうかな。何、周りをよく見てみるんだな。クレープで作ったクレープごぼう専用、この中におる全ての悪しき魂は浄化される。はぁ、さらばだからせよ、永遠に眠るがよい。なによく見てみろ人間、クレープごぼう専の周りに500円六芒星があるだろう。これは先ほどお前の財布から支給したのさ。メスよ人間。こうしてアベノハルカスは消滅いたしました。この後カラスは大阪に大いにはびこみ、ゴミを漁るようになりました。これを防ぐには今のところカラス防止ネットをこまめにかけるしかないようです。